民族文化財に指定されている、祭礼である。毎年10月の第2日曜日に実施される。27のお流派があり、毎年30数本の流星を高音と共に点、高く打ち上げるものである。上がった流星は、発煙等の仕掛けを展開することもあるほか、パラシュート状の物体を内放することもある。この祭りで奉納する流星は、各流派の手作りで作成される。 打ち上げられたロケットがまるで竜のごとき勢いであったことから流星と呼ばれるようになったという説がある。通称として農民ロケットとも呼ばれている。鎌倉時代の原稿で猛古川が武器の一つとして使用し、その後戦国時代にノロシア火器として使用され、各地に伝わったのが起源だという説が有力である。構造は三河、遠州地方に伝承される。 手筒花火と類似点がある。タイなど、東南アジアにも、似た形式のロケット花火が、伝統的に存在する。1600年の関ヶ原の戦いでは戦況を、石田三成の居城である、沢山城にいち早く知らせるために、のろしが空高く打ち上げられたとされる。その後この種ののろしが改良され、流星となり、農村の神事、祭礼用から娯楽用等に使用されるようになった。 ありがとうございます。